カモチルシー、どうも、アキロです。ということでですね、今ですね、1月31日の午後8時に、動画撮っておりますけども、先ほど、7時半ぐらいですかね、速報が来まして、アーセナルが、我々チェルシーの選手、背番号5番、ジョルジーニョ選手を獲得したという通知が、私の携帯の方に来まして、移籍金は1200万ユーロかな。で、約19億円で合意と報道されております。で、プラス1年、契約は4年でプラス1年のオプション契約があるということです。はい。まあ今回ですね、まあ私ね、まだチェルシーファンになって2年ですけども、まあ軽く、まあ資料をね、昔の資料とかを振り返りながらね、まあ、ジョルジーヌについて話していきたいなというふうに思います。それじゃあ、やっていきましょう。はい。ということでね、早速ね、ジョルジーヌが移籍してきた、年なんですけども、軽く紹介していきます。ババンと画像出ていきますけども、2018年7月17日に、マンチェスターシティの獲得に乗り出していたが、ナポリ時代の恩師、マウリツィオ・サッリが監督に就任したプレミアリーグのチェルシー FC に移籍したと。契約期間は5年間で、背番号は5番。まあ、今と一緒ですね。移籍金は推定、5740万ポンド。プレミアリーグ開幕戦となったハダースフィールド戦に、アンカーのポジションで先発出場、ペナルティキックを成功させ、移籍後初ゴールを決めましたと。なっております。はい。まあ、もちろんね、私まだこの時はチェルシーファンじゃないのでね、この試合見ていませんけども、いや、本当にね、まあ、この2年間ずっとね、ジョルジーニョのプレー私見てきましたけども、非常にまあ、キレのあるパス、そしてね、まあ、チャンスメイクをとてもね、うまくしてくれた選手ですよね。本当に昨シーズンのね、リバプール戦の第1戦目の方ではね、11対10でね、我々不利な中で素晴らしい攻撃を見せてくれたのはね、まあ、ジョルジーニョのおかげなんじゃないかなというふうにも思いますし、まあ、やはり、まあ、去年ですかね、去年かな、去年の、おととしか、おととしの最多スコアラーがジョルジーニョで、PK 戦でね、まあ、PK で全部ね、ジョルジーニョが点決めて一番点が多かったというところで、まあ、このジョルジーニョでね、やはり PK という面、場面でね、たくさん支えられてきたなっていうふうにはとても思います。まあ、今シーズンで言えば、第1節のエバートン戦、そして、すいません、記憶がちょっと曖昧ですけども、ユナイテッド戦も、PK 決めてくれましたしね。リーグ戦はそれぐらいかな。はい。それぐらいだと思いますけどもね。いや、本当にね。まあ、2シーズン前のチャンピオンズリーグ制覇にも、本当に素晴らしく大きく貢献したこの選手でございますけどもね。今回、同じライバルチームのね、ロンドンで、クラブがあります、アーセナルに移籍ということで、正直ね、あまり私も、まあ、嬉しくね、まあ、頑張ってこいと、送り出す気持ちがね、あんまり届いてませんけども、なんていうんですかね、ちょっとライバルチームってこともありますんでね、まあ、あまり気持ちよくはありませんね、当然ね。まあ、チェルシーファンの皆さん、皆さん、そうなんだというふうに思いますけども、はい。まあ、本当にまあ、言ってしまったことに変わりはないのでね、まあ、これからライバルチームでのプレーになりますけどもね。まあ、これからも、まあ、私はヒロ。そして、チェルシーファンの週末じゃなかった。すいません。世界中のね、まあ、チェルシーファンの方が、ジョルジーニョのこれからの飛躍を、末永く願っております。ジョルジーニョ、これからも、頑張ってください。はい。そしてですね、ジョルジーニョは、チェルシーでは、213試合。そしてですね、29ゴールを決めてくれました。本当にね、長いシーズンでしたね。約5シーズンぐらいかな。4シーズン半ぐらい、このチェルシーでプレーをされましたジョルジーニョね、本当に長い間、ありがとうございました。皆さん拍手を送りましょう。本当にありがとうございました。はい。まあね、まあ、今日はこのぐらいで、軽く締めさせていただきたいなというふうに思いますけども、本日の動画ですね、ジョルジーニョが移籍したということで、まあ、ジョルジーニョについて、まあ、軽く説明して、軽くね、まあ、概要を説明していきました。
まあ本当ね、今ね、エンソ・フェルナンデスが、まあ今の時点ではまだ取れてませんけども、まあ取れるんじゃないかというふうにもね、169億円出してね、取るんじゃないかっていう報道も出てますし、これを出せばね、ロンドンで一番のね、移籍になるんじゃないかっていう報道も出てますんで、まあ、そこら辺もあと5時間ぐらいかな。まあ今編集じゃなかった。動画撮影してる時点であと5時間なんですけどもね。まあそこら辺もね、まああと見ていきながら。まあ、またエンソ・フェルナンデスが撮れればまたその動画も軽く出そうかなというふうに思っております。はい。それじゃあね、また次回の動画、そして配信の方でお会いしましょう。さよなら。ありがとう、ジョルジーニョ。